日本東京都杉並区西尾木窪西尾木窪は東京都杉並区の旧地名。西尾木窪1丁目から3丁目として存在していた地名は1970年に廃止されたが、西尾木窪駅など現在も近隣の繁小地名として一般的に用いられている。通称は西尾木。西尾木を冠した町名には西尾木北1丁目から5丁目と、 西尾木南一丁目から四丁目まであるが、その他近隣の昭安、全福寺、宮前も、半昭地名としての西尾木久保の範囲に含まれることがある。東京女子大学住居区域上は、JR 東日本中央線西尾木久保駅を中心に、都道113号と全福寺川を北園とし、五日市街道を南園とする。住所表記上前寺二丁目にある、 東京女子大学を代表とした文京地区としても知られ、骨董品を売る雑貨店や古書店が多いことでも知られる。カウンターカルチャーの店がいくつか入ったホビット村などが有名。上尾木久保町の一部から1934年に成立した。1964年から1970年にかけて前時、全寺西尾木北一の三丁目。 西尾木南3.4丁目となった。地域北部、1丁目から5丁目までがある。2010年7月1日の人口は16,402人。北部は杉並区善福寺に接する。東部は杉並区上尾木に接する。地域南部は JR 線の線路を境に杉並区南尾木久保、西尾木南、昭安にそれぞれ接している。西部は 武蔵の敷地上寺東町に接する。地域南部は、西小木久保駅の北側にあたり、駅周辺に商店などが広がるたは、住宅地になっている。地蔵坂交差点に近い台地の先端部付近は、地蔵坂解析と呼ばれ、旧石器時代の石器類と歴器縄文時代早期の土器や石器が出土。住居跡や、ロアナも検出されている。地域南部。 1>, 1丁目から4丁目までがある。2010年7月1日の人口は1万565人。北部は JR 線の線路を境に西荻木北に接する。地域東部は南荻木久保に接する。地域南部は宮前に接している。地域西部は昭安に接する。地域北部は西荻木久保駅の南側にあたり、駅周辺に商店などが広がるたは、 住宅地になっている。ありがとうございます。